甘えんな。やる気がないならうちに帰れ。自信を失いかけたけど。ボンジュールイチゴ。スイーツスピリッツのバニラがパートナーになってくれて、私パティシエール目指して頑張ろうって決心しました。バラのスイーツ王子。セントマリーはパティシエとパティシエールを育てる学園だから、毎日大好きなスイーツ作りだけしてればいい。そう思った私は甘かった。じゃあこの問題はカシノと、はい、いやー、やってられた。それと浜野。あ、はい。うーん、数学苦手なんだよね。え、カシノ。どうした浜野。あ、いえすみません、わかりません。うー、英語だってやっとなのに、フランス語なんてわかるわけないよ。トレビアン。アンド、では転校生の天野さん、読んでください。爽快な感じすらするな。どこが。こら天野、何してんだ。ごめん。ああ、私って本当にダメダメだ。あんまり気にせん方がええよ。そんな日もあるって。そうかな。そやそや。それよりな、あ、パパ。なあ、聞いてる、いちごちゃん。どないしたん。あ、ごめん。何。だから次の華道の授業、先生はなんと花房くんのお母さんなんよ。え、そうなんだ。皆さんはスイーツを作るときどんなことを考えていますか。
私は作る人も楽しくて食べる人も喜んでくれたらいいなって。そうですよね。お花も同じです。あなたたちが楽しく生ければ花は生き生きと輝いて見る人たちに喜んでもらえるんですよ。そっか。だからうまいとか下手とかにこだわらず楽しくお花を生けましょう。はい。好きなお花適当に持ってきちゃったけど、どうやって生ければいいのかな。この辺を切れば。ちょっと、あちゃー、ダメだこりゃ、どうしよう。うん、ルミさんらしいわ。のびのびと自由で、それでいて調和が取れてる。どうも。リエさんは生け花を習っているのよね。さすがに上手ね。ありがとうございます。でも、あんまり基本にとらわれないで。あなたらしさを出せるともっと良くなるわ。はい。まあ。そんなに変ですか？すごく面白いわ。本当に？この花、イメージはもしかして。ケーキです。ケーキ作るの大好きだから。お花もケーキみたいに飾ったら素敵かなって思ったんです。あなたが楽しんで作ったのがよーく伝わってくるわ。とってもいい作品ですよ。そうですか。なんて甘のイチゴなんかが。でな、だから言ってんよん。今日の夕食はポトフやな。ポトフか。あ、ママ。お姉ちゃん、爪、忘れ物だよ。ごめんごめん。どないしたん？なんでもない。それにしても今日はしんどいな。フランス語の宿題ようさん出たし。フランス語の宿題？フランス語、フランス語、参考書はどこ？あれ、花房くん何してんだろう。あ、いちごちゃん見っけ。ルミさん、水臭いな。いちごちゃん、私もフランス語苦手なんや。宿題一緒にやろ。本当に？ああ、天の助け。ああ、女性名詞とか男性名詞とか一体何なの。ああ、それはな、ここにもあるように、ルミさん、ちゃんとわかってる。ん？何？わからへん？フランス語、苦手だって言ってたけど、あれ、私を手伝ってくれるための、嘘だったんでしょ？あは、そんなことどうでもええやない。ほら、この次の問題はイチゴちゃんが解いて。うん。ありがとう、ルミさん。宿題終わったのにまだ勉強するんか？明日のスイーツ予習しとこうと思って。私みんなより遅れてるから。そうか。でもほどほどにしときや。うん。明日こそみんなの足を引っ張らないようにバッチリ予習するんだから。そうよ、頑張ってイチゴ。明日こそ。あ、シダこそ。うわぁ、なんなん、イチゴ、イチゴってば。ほら、慣れへんことばっかでくたびれてるんやわ。それでは今日はシュークリームを作ります。材料と手順については配布した用紙に書いてあります。今日はシュークリームか。
割と簡単そうでよかった。何安心しきった顔してんの。簡単そうに見えるものほど難しいんだから。一生懸命やれば大丈夫だな。いちごちゃん、オーブンのスイッチ入れて。え、もう？だってまだ何も。設定温度が高いから熱くなるまで時間がかかるんだよ。天野さん、バターを室温に戻したから。はーい。あ、ダメだよ。何もしないで、自然に溶けるまでそのまましばらく置いとくんだ。へえ、そうなんだ。俺たちの足引っ張んなよ。分かってます。天野さん、沸騰してる。あー、この野郎、言ってるそばから先生の話聞いてたのか。聞いてたわよ。どうかお前、シューが焼き上がりきるまでオーブンを開けないって基本だろ。あらら、王子たちのシューまで台無しだわ。そんな言い方せんでもええやろ。うん、ごめんなさい、せっかくのシューが。大丈夫、まだ時間はあるよ。もう一回作り直そう。そら、やるぞ。みんな、私材料持ってくるね。薄力粉だけでいいぞ、他は足りてる。分かって、いったーい。いちごちゃん何やってるんです。天野さん、またあなたですか。すみません。迷惑よね、天野さんって。あんなんでよくセントマリーに来たわよね。ほんと